じゃあ乾杯。はい、おはようございます。今ですね、8時14分、室温 15.4 度、湿度が 46% です。ちょっと寒いかな。 FF ね、弱めにしてたんで今 FF を上げました。ピンポイント温度計だと今マイナス3度ですね。湿度はでも80ぐらいありそうかな、このマークだと。今日なんか雨っぽいんで、雨か雪かわかんないですけど。ということで準備して今日も出発したいと思います。はい、よし、朝ごはんを作ろうと思うので、今日もトースターを、よし、あ、意外と降ってる、ちっちゃいつぶつぶで、さっきより降ってる。雪やコンコンや、あられやコンコン。そう、こっちなんか青空だよ。すごいちっちゃいさ、雪の粒がさ、いっぱいザザザザザザって。痛い痛い。出てこんなもんじゃね。じゃあ、うちゃんを先に食べましょう。いただきますって言っても何で食べるの？手なんで？熱くない？大丈夫？あ、大丈夫。じゃあちょっと待って。持ってかれちゃったね。食べられる前に。あ、すごい。俺とママはういちゃん。いただきます。おまけのパンまだ一個あるから。食べてね。耳。うん。冷たいけど美味しい。ケロって止めるとこあんのかな、普通。うん、あんま調べてないんだよ、ケロ温泉。どうなの？ちょっと雪が降ってます。めちゃくちゃ寒い、マイナス3度ぐらいらしいです。うわ、寒い。料理使えてる、じゃあ行こう。はい、今ですね、出発しました。で、雪はもう終わった。一瞬今お天気雨ならずお天気雪が降ってたんですけど、意外とスッとやんだ。外がね、もう今朝ねマイナス3度とかだったんで、まあそんぐらいね、あの寒い感じです。で、今日はこのままですね、まず下呂温泉合掌村、そこに行きたいと思っております。で、そこはね駐車場もあるみたいなんで、そこに停めて、まあ、いろいろね観光できればなと思っております。で、距離はねここから25キロぐらいなんで、まあ少し走って、まあ、11時前ぐらいに着かなというような予定になっております。ということでね、まずはねのんびりと、下呂市はここもゲロ市なのか、下呂温泉街の方にね向かっていきたいと思います。綺麗だね。なんか超天気、残念ながら天気です。なんかね、ちょっと過ぎちゃったんだけど、さっきね龍の瞳っていう、そう、看板があって、何何これって思ってちょっと調べてみたら、龍の瞳っていうお米だった。この辺のやつなの？ね、なんかちょっとあんま聞いたことがなかったから。さっきのとこ何、精米所なの？なんか販売してるっぽかったよ、直売みたいな。だからこの先 200m って書いてある。ちょっとなんか面白かったから買ってもよかったね、もうちょっと早く知ってればね、そういうところありましたといういや、天気いいわ今日はね。天気いいからソーラーパネルが、ソーラーが発揮されそうな。もう到着です。そう、もう到着します。合掌村、あ、これか、下呂温泉合掌村、ね、そう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 、
そうでもね、確実にキャンカーが入れそうなところがねこの辺しかなくて、あともう少しね、このなんて言うんだろう、あれが出ちゃってんだよね、パーキングに久し。他にもね、有料でもいいからあればね、近場に止めたいんだけどね。まあ一応ここも行きたいからいいかなって、この朝一、あの午前中までやって、いややってなかったな、もうクローズしてるっぽいぞ。12時までって書いてあったからやってるかなと思ったけど、よいしょ。じゃあちょっとね止めて行ってみたいと思います。よし、これからね行こうと思うんですけど、今日は晴れてるからいいね。チャージ中。おお、11アンペアもソーラー入ってる。冷蔵庫とかはねそのままつけっぱなしで行くんで、それをしながらも11アンペア充電してくれてます。100になるんじゃないかな。昨日寒かったからね。さっきはめっちゃ寒いからね。なんだかんだ言って寒い、うん、さあ行こう。ほんとだ、カエルだ。やっぱね、朝一は終わっちゃってんだね。で、この子があれでしょ、普通の合掌村の方でしょ。そうそう、あの白川郷みたいなさ、ああいう感じでしょ。もうギリギリかかんない。なんだろう、昔のあれだね、道具だね。お、岐阜県だよ。岐阜県ってなんでこんなに昔のお家しかないの。昔のお家がいっぱい展示されてる。白川郷もいっぱいあったでしょ、この間言ったとこ、雪のところも。みんなが忘れないように昔のうちを残してる。なんか焼き物系なのかな。うん、みーちゃんこっち向いて。順路としてはこっちな、こっから入ってる。うん、戦えたのか、本当に来てたのか。地元が来てないからいいんじゃない。いや、またここも急だわ。昔はタバコがね、あれなんだった。先行こうか。うん、尻つけて座りながら行けば。仏間だ。川魚の塩焼き。ここいいね。見たら真ん中にいるのカエルじゃない。そうだね、カエル。森の滑り台って書いてあるもんね。ああ、行けるんじゃない。こんな感じで結構長めの滑り台、175m あるらしい。上の方からスタートするのかな。パパはね、下で帰ってくるの待ってます。来たかな、くるちゃん。おかえり。はい、とりあえずですね、今ゲロの下の方に行きたいと思います。なんだろうね、ゲロ温泉街なのかな。こちらの中ではね、草津みたいなイメージ。そう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 、草津のイメージだったんだけど、ちょっと雰囲気違うかな。現在地はここです。多分このまま真っ直ぐ行けばいいのかな。ここからそんなそういう感じっぽいね。なんかゲロ温泉って書いてある。めちゃくちゃ寒い。
すごいね、この風が伝わるかな。あの旗とか見てもらえれば。むちゃくちゃ風吹いてる。めちゃめちゃ寒い。寒いね。いやいやいや、ふーちゃんは楽しそうだ。ああ、この辺ぐらいからちょっと人が多くなりますね。ご飯屋さんの匂いもする。いやいや、ここまで来ると温泉街って感じ。あ、そこになんか書いてある。神社があっちにあるよ。この先温泉街って書いてある。湯の町通り。カエルの時やっぱゲロゲロってこと。やたらとカエルいるもんね。ほら、またカエルいた。よし、これがいい。まず何から食べようかな。みーちゃんのパフェがでかい。おいしい。天ぷら。みんな天ぷら。みんな天ぷら。みーちゃんの野菜天ぷら。なんかお腹がおいしい。塩でちょっと調子より。うん。では寒い。ちょっとね、この先に駐車場が1個あるみたいなんで、その駐車場見に行って、ちょっと車移動できそうだったら移動します。温泉。あ、そう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 、小川や、まあ、もうちょい下下って右。ふっ、ういちゃんだけ無駄に元気。あ、こっからバス乗れんの。やっぱ1本しかない。41分。寒い。え、なんか足湯みたいなのあるよ。あそこなんかみんな入ってるよ。足湯やな、あれ。ゆめちゃん楽しそうだね。この辺もなんかいろいろあるの。こっちはこっち。あ、開いてんじゃん、開いてんじゃん、開いてんじゃん。いや、今戻ればあれやろ、バス乗れるで。時間あるの。うん、だって41分でしょ。今36分。あと5分。ちょっとね、無料駐車場やってんの見つけたんで、車戻ります。バス停まで、あとこう。うーちゃん早い。無事バス停まで来ました。まだ来てないかな。あと2分。うーちゃんよかったね、バス乗れて。八丁村経由ゲロ病院行きです。はい、どうぞ。はい、そう、ふーちゃんもピンポンしてごらん。よっしゃ、よかったね。金額安くない？ちょうど駐車場の真ん前まで帰ってこれます。金額の安さにびっくりしてるんだけど。1人100円です。1人100円で、まだお金かかんない。ふーちゃんはね。いや、いいね、バスですんなり車まで帰ってこれた。坂までさ、そう歩いていかなくても。今ですね、この合掌村駐車場出ました。あとね、この下行ったところ、温泉街を抜けたところで一つですね、駐車場入れそうなところがあったので、そっちにちょっとね移動します。温泉街右。あ、行けるかな。なんでこれ置いてる。で、そうそう、ここを下ってったところに、一番下までですね、一番下まで行くと止めれるところがある。で、これ駐車、あれだ、さっきのところだから、橋を渡って右側か。はい、ということでね、そっちの駐車場が空いてればそっちの方が近くていいです。無事に移動完了。4月1日から4月1日から有料みたい。なんでだろうね。お金払ってでも広い方がいいよ、楽だもん。キャンカーはここだって、ほらあれがないから止めやすいし、あのバーがあるとどうしても入りづらいから。でも上限1500円だから、1500円入ればいいんでしょ。そう、いや全然いいよ。1日泊まれるじゃん。そう、放置できるし。どう？やっつい、やっつい。あったけー。手が、かじかんだ手が一気に。すごいね、こんな感じで出てんだね、温泉って。冷たいね、風が。雪は望んでたけど、風は望んでない。寒い。いい？お。2回お辞儀して。平成元年だったの。カエル神社。あ、本当だ、カエル神社。並んでるけど、ものすごく。本当もや。パパ、これにしよう。ゲロプリン。
メロンソーダ。メロンソーダにしようと思ったの。季節の。それかコーヒーゼリー。あ、ママ来て、行こうか。楽しいの。これは入浴ができるだもんね。うん。じゃあここだね。うん。いろんな温泉のあれがある。うん。熱海温泉。引き湯だね。これで温泉引っ張って。木のパイプ。うわあ。何が違う？色の薄さぐらいしか見えない。あ、段差？あ、一緒か。色の薄さや。うん。関西の方がなんかあるんだね、クリアが。関東はこういう色だね。温泉水を振ってみよう。あ、うち色変わったんじゃないですか。本当だ。よし。じゃあ次はカエルの神社。ちなみに隣にあります。あ、どちらしいよ。測量。うん、この間ね、サワラで。うちゃん見て、ほらカエルの形してるよ。カエル可愛い。ありがとうございます。しゃべる。あなたにはきっと。ありがとうございます。あなたはますます若返るでしょう。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。あなたはこれからもお金であふれ返るでしょう。気をつけてお帰りください。帰れないわ。一個帰っておこうかな。じゃあ、カエル神社も行ったし、次はミルクなんちゃらっていう、さっきめっちゃ混みしてたところが空いてたから、そこに行こうかな。こういうのあるの？本当だ。カエルさん。道路の時折カエルが。うん、それプリンだよ。コーヒー牛乳、大人の味かもしれない。大人のコーヒー牛乳。あったかい。ゆうちゃんどう？あったかい？体が温まるわ。寒かったから。うん、いや、足入るだけでもだいぶ違うよ。うん、もうね、とりあえず温泉の方ついちゃいました。行こう。一枚一枚。このまま止めて。はい、いいよ。なんていう部屋だっけ？リキュー？ルリって言ってたよ。ルリとか結構すごいね。あ、ホテルとかすごい。多分。ここ？ゆうちゃんも入ってください。はい、OK、 ゴーゴー、開けてごらん。うん、すごいね。これ熱盛りであるお風呂。本当だね、熱盛りであるお風呂だね、これね。お外も見えるじゃん。じゃあね。じゃあ入ろう。すごい綺麗。おちっちゃ、ちょっとお高い時あるね。よし、じゃあお風呂入ろう。じゃあお風呂どうでした？気持ちよかった。なんか、まだ熱いもん。なんかあそこあれだね、ちょっとイルミネーションね。一回置いて、開いちゃう。結構見て、あ、暑い。あ、どこ、あ、寒い。すぐ寒くなっちゃう。うん、江ノ島のイルミネーションにありそうなの。どこから花火？ほら。夜は夜で綺麗かな。オレンジ色のイルミネーションみたいなのがついてます。よし、ポンちゃんに無事帰宅。寒い。よいしょ。はい、今ですね、下呂温泉街出ました。てか昼間から結構ね、風があって寒かったんですけど、夜今現在気温がマイナス1度ってことでかなり冷え込んでおります。でもまあ今日なんだかんだ下呂1日いて、まあ良かったっちゃ良かったね。上からちょうど下ってきた感じだよね。今日は一番上から合掌村から行って、どんどんこう下に下ってきたような感じですね、観光としては。
で最後小川屋っていうところで貸切露天風呂、めちゃめちゃ良かったね。あそこ良かった。グレードがね高い。そう、7個もね貸切部屋があって、貸切風呂がで本館合わせるともう2個だっけ、9個ぐらいなんだよね全部で。別館の方がすごいいろんなタイプの貸切風呂があって、畳風呂とかなんかあの丸いやつ、そうそうとかあったり、ほんとねいろんな種類があって、あの早ければ早いほどそれが選べるんで、より楽しいのかなと思って。まあね、そんなこんなで一応初めてのゲロ温泉街はそれはそれで楽しめました。そう、今日はそれはね、今日が良くなかった、風が強かった。今日はこれからいろいろね考えた結果、もう一度飛騨高山の方に戻ります。ちょっとねこの下呂今いる位置から帰りのルートが2パターンあって、下ってって、要はエナとかエナ橋とかのエナら辺から中央道に乗って、帰るって方法と、あとは、来た道ですね、来た道を帰るみたいな、だから高山の方を通って峠抜けて長野の松本から中央道を乗って県央で東名で帰るっていう、どっちかにどっちでも帰れる場所です。明日ちょっとね時間があれば、明日帰る一日帰る予定なんですけど、時間があれば向こうの方で行きたかった場所がちょっと何個かあるんで、もう一回戻ろうかなと思っております、飛騨高山の方にね。なので一旦ちょっと戻ります。本当はねモネの池行きたかったんですけど、モネの池がね思った以上にね岐阜の左端っていうのかな、だからあそこのため一点張りで行かなきゃいけないっていうか、帰りのルートを考えると辛いなっていうのが、であれはちょっとね別で行こうかなっていう、そうなんかの時にちょっとどうせねまだまだ遠出するから、その時に見ようかなって。だから今回ね岐阜の南部っていうのかな、例えば馬込とかね、そうあの辺もちょっと前っていうか前に一回行ったことあったんで飛ばしちゃってるんですよね、そっち側は。だから今回北部とかそっち側を中心に回ってますので、それはそれでね、限定的に今まで行ったことないところも行けてよかったかなと思います。これ動画でちょっと伝わるかどうかわからないんですけど、そうむちゃくちゃ風が強い、なんかねそう音がやばい、もうちょっとね今表してるものがないんだけど、木々とかね旗とかあるとめちゃめちゃ揺れてる。なんだろうねこれ、やっぱ山間部だから山あいだからな、そうね、ちょっと伝わりづらいね、こんななんだろうバシンバシンっていう感じ。あ、そうだそうだ、ちょうどねさっきこの辺だから過ぎた時にその竜の瞳、お米っていうのがあって、なんだろうあれみたいな話をしてたんだけど、たまたま今日行ったそうお土産屋さんの一個の店がそれを扱ってたんだよね。でそれをね今日買ってきたので、竜の瞳と飛騨牛と、最後は岐阜尽くしで晩飯をね作ろうかなと思っております。ということでね、あとまだ17キロ頑張って走りたいと思います。はい、よし、無事に到着。ご飯が炊けたので、ね、もうご飯は移動中に炊いてきました。久々の炊飯器こちら、はい、こちらです、龍の瞳、岐阜県飛騨、飛騨の米だ、あ、いい感じ、いい感じに炊けてます。ちょっと味見してみよう。うん、おいしい。あー、いいね、うまいね。また後で。お肉買ったので肉肉デイです。岐阜に来てからお肉しか食べていません。ママはね、パパはあんまお肉食べて、はい、こちらね買ってきた飛騨牛の桃ステーキ、サービス品ですと、ほうば味噌、これに乗っけて焼くやつでね、今日はねこれを2つがメインです。で、あとそれ用に使うネギと、あとあれも買ってきて、椎茸、生椎茸、はい、ということでね、今日このステーキを中心にご飯を食べたいと思います。ちょうど水が半分、清水タンク、ここグレー、ここだ、ね、ちょうど半分だ、ね、うちの使い方だとそうだね、うちめちゃくちゃ節約してるからね、ちょうどあと半分旅行できるってことしない、トイレがもう限界だ、先にトイレだ、トイレがもう、でもまだあるけどちょっとだけ、あと1日ぐらいだね、だからすげえ高かった皿と100均のコラボっていう、そっちもこれしかないな、キャンプもみんなこれにしてるんで、すごいコロコロ滑る、塩コショウでいいのかな、普通にノーマルで食べるやつは、うん、あ、なんか美味しそうなお肉だね。飛騨牛を極め丼お店でしょ、極めたお店で、もう一つはさっきのあれで食べる、先にこれ焼いちゃおう、
ちょっと今この切ってある方が頬羽ね。ふーちゃんよ。野菜の量。塩コショウね。お裾分け。こっちの方がいいか。本当はネギはあれなんだろうね、小ネギじゃなくて普通の刻みネギがいいんだろうね。これです。これ開けます。葉っぱを一回拭かないといけないらしい。あ、2枚入ってた。水洗いでいいのかな。ちょっと手間がいるんですね。味噌のっけちゃうよ。うん、多分ここ暑いから気をつけてね。そう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 。もしかして容量オーバーかもしれない。容量オーバー。容量オーバーだったね。なんか思ったよりお肉多かったね。昨日のネギがベストだったんだな。久々のオピネル登場。冷えてしまった。よしと思いきやも違う。今日の給食当番、おいちゃんとだから給食当番だから。これでいいのかな、おいちゃん。これはうーちゃんだから、うーちゃんはちょっと多めに食べるな。はい。これぐらいでいいかな、自分。あとの残り全部パパに入れちゃおうか。どうできた？うん、こんな感じ。オッケー。お手伝い完了です。ありがとうございました。で、その間ですね、焼けたのが、大葉で焼いた飛騨牛です。で、これは椎茸とネギ、あと味噌か。甘口の味噌みたいですね。で焼いたステーキです。これはお店で食べたやつですよね。はい、今日はね、大葉で焼いた飛騨牛ステーキと、で、こっちが普通の塩コショウのステーキ。こっちはうちゃん用。コンビニの卵と、きんぴらと、マカロニサラダ。あと、うーちゃんがよそったご飯。で、こちらのご飯は、龍の瞳っていう、飛騨のお米です。今日は、飛騨飛騨だよね。飛騨飛騨です。あとローソン。あとこれか。これも飛騨のリンゴです。宝クラフト。これクラフトチューハイなのかな？チューハイです。クラフトチューハイっていうね、飛騨リンゴ。よいしょ。いいか。ちょうどいいじゃん。よし。じゃあ乾杯しよう。よし。じゃあ、ういちゃんも乾杯しよう。飲んだ、フライングだ。はい、じゃあ乾杯。乾杯。あ、もう一回だよ。いいよ。はい、乾杯。いただきます。ジュース。うまい。お肉。じゃあノーマルからいただきます。どう？ノーマル。うん。じゃあパパは、こっちの味噌から、大葉、ステーキ。あー、これうまい。ご飯が進む味。うん。このご飯は誰が入れたんですか？はい。ひだ尽くしだね。ちょうどいい硬さ。味噌も美味しいよね。これの方がうまい。あ、本当か、うん、一昨日食べたんですがね。ママだけに。いいか。うーちゃんでも今日もさ、天ぷらいっぱい食べたもん。この度うーちゃんよく食べてんじゃない、いつもより。やばいわ。今マイナス 0.7 だ。あ、そうなの。外0度。雪降ってたよ。もう後でちょっとお外ヒュッと出てみる。今のピンポイント天気どう？マイナス4度です。うん、雪だって降ってるでしょ今。あの温度計ね、多分ワイパーの下に入れてるかな、あんまり測れてないのかな。ほら見えない。ご飯も美味しい。うーちゃんもこれチョンチョンして食べてみればいい。うーちゃんさ、お肉これチョンチョンしてごらん。これはね、うーちゃん好きな味で食べてごらん。食べてごらん。パパはね、うーちゃんが好きな味がどんな味か分かるか。美味しかった？味噌味噌。結局これになるっていう。全部これだと濃いかなと思ってやめちゃったけど。多分ずっとこればっか食べてたらきついけど。お米うまっ。お米の炊き加減もちょうどいいの。ママこれぐらいの硬いお米好き。今日のコメントテーマはですね、お米の硬さ、柔らかめが好きか硬めが好きか、まあ、極端な話だけど、まあ、そう、極端な話、硬めな方か柔らかめか、コメント欄で教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちなみに我が家は硬め。うーちゃんお米柔らかいのと硬いのどっちが好き？柔らか。本当？うん。たぶんうーちゃん分かってない。柔らかいで、このお米はノーノーノーなの。でもうーちゃんおじやとかおかゆのああいうの好きじゃないんだよ。じゃあ硬めだね。うん。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、キリンです。留守からピンポピンポン。町のチラシのことなんだけど、カフェがオープンしました。どうぞ、どうしますか？はい、ということでね、今日も深山菊を飲むことにしました。ちょっとね、サラダがあるんで、サラダと日本酒でいこうかなと思います。はい、ということでね、今日も安定の日本酒、深山菊。まだ全然余ってますので、今日もこれを飲みたいと思います。はい、じゃあいただきます。うん、うまい。一応、ウーちゃんペロペロキャンディーもあるので。そうだよ、ウーちゃんペロペロキャンディーあるじゃん。いや、あ、舌だな、それ。今日はプリンが待ってる。ウーちゃん、今日甘いものいっぱい食べてない。うーちゃん、外、雪がすごい降ってたよ。見てみる？で、うーちゃん、ここおいで。心臓ドクドクだよね。心臓ドクドク。ほら。うわぁ。すごい。すごい、真っ白や。あー、雪落ちてくる。え、うーちゃん、もう雪積もってるよ。うん。やばい。あ、やばい。あ、すげえ。ついに真っ白な世界や。寒いだけや。おー、びっくりした。わぁ、見て。どう？すぐ溶けちゃうね、もうすぐ溶けちゃった。ゆうちゃん、初めてじゃない？こんな雪見たの。多分初めてだね。ね、すごいね。プリン出して。プリン、いちご。はい。ベロ、ウーちゃんは抹茶でいいの？うん。こちらね、ゲロプリン。こんな感じ。見て、中もプリン。本当だ。とりあえずね、ゲロはね、カエル推しが半端じゃねえ。ゲロだから。うん、ゲロゲロ。だって、いっさもね、カエル神社でもね、ゲロゲロって。あなたは可愛な人いるでしょ。ママってなんだっけ？あなたはお金にあふれ返るでしょう。ケロケロって。うーちゃんは若返るでしょう。ゼロゼロ。違う、うーちゃんは幸せになるでしょう。ケロケロだって。じゃあママ当ててください。ちょっと食べてみましょう。いただきます。いただきます。うわー、パパの取られた。メロンだ。いちごだ。あ、メロンだ。あ、うーちゃん、これ炭酸とかじゃなくて、ただのメロン味だった。なんかさ、これさ、なんか抹茶抹茶すごいなと思って。でもこれプリンと一緒に食べると結構美味しいかな。抹茶抹茶してる。不思議だね。単品で食べるとちょっとやっぱ甘いんだけど、中和される感じが。うーちゃん、プリンで一番ジロが好き。ん？プリンで一番ココナッツ。あ、下の？うん、カラメルみたいな。ちょっとあれじゃない？抹茶だからまた違くない？レトロの方のプリンは固めなんだって。昔ながらのプリンって感じ。雪で遊んで歯磨きをして寝ちゃいました。パパのところに寝てみよう。さあ、寝てない。寝よう。はい、ということでね、今日はもう寝ます。ふいちゃんはもう寝てます。うん。さあ、じゃあギフ旅最終日、もう寝ます。おやすみなさい。明日雪かな。溶けてるよね。真っ白でしょ、うん、めっちゃ降ってる雪。おー、すごいね。うわ、ちょっと今日は雪を楽しんで帰って。はい、おはようございます。今ですね、6時50分、で室温が 16.8 度、湿度が 39% です。外気温がピンポイント気温計だとマイナス5度ですね、現在地で。ワイパーの前に置いている室温計ですと、あ、でもこれでもマイナス 2.5 度ですね。かなり寒いです。で、外の様子はというと、こんな感じです。かなり雪が降ってます。もう遅いか。よいしょ。あ、固まっとる。ポンちゃんにつららができてる。ふーちゃんは起きてきたけどボロボロしてます。すごい雪だ。相変わらずの雪です。ふーちゃん起きるとか言って寝ちゃったんですけど。
タデン使ってる気するんだけどな。ホタデンでも 59% 上がってるね。ホタデンね、4日間この度使ってますけど、今 58% になって、まあ今日全部使っても全然まだまだ余裕かなって感じ。半分もいってないですね。やっぱ冬は強いね。ドライヤーでもあんましてないからか、1回だけだね。うん。でメインバッテリーも 82% かな。まあさすがにあれですね、今日は雪が降ってるからソーラーしてないですね。多分積もっちゃってるかな、ソーラーに。でも割とずっと充電も保ってたからね。今日はローソンで買ったピッツァマリゲリータ、これで焼きます。はい、今ですねちょっと移動しました。ちょ、除雪の関係でね、うちもね除雪する場所だと思うんで、ちょっと施設が終わってる方に移動していきました。さあピザ食べちゃおう。さっきちゃん、うん、部分もうまいし、ここもうまいな。耳がうちゃんのピザで一番大好き。なんか買っていこう。向こうだ、向こう。雪楽しんでる。楽しいよね、ここ。いい天気だけど雪降ってんね。雪最高。すごいな、オーニングがつららってる。なんか上モールつけたいの。でも、うん、垂れてきちゃうからね。はい、今ですね出発しました。昨日のね夜からね結構雪降ってきて、今朝もねかなり雪降りました。予報ではねなんか 0.5 ミリとかそんぐらいだったんだけど、実際は何センチぐらいか積もったよね。部分的に10センチぐらい。最後に最後で雪をね楽しめたかなと。だから初日以来だね。そうで、ただ雪降ってんのはね、どうやらこの辺だけっぽいっすね。今もねちょっとだけまだ降ってます。朝の方がねすごい粒が大きくて、ほんと吹雪いてたんで、初めてねこういう出先でねそういう経験しました。まあそれこそねスタッドレス履いて初めてのこのちゃんとした雪みたいな感じだったけど、まあ、うん、ちょろっと走ったけど、まあまあ全然やっぱ問題なく走れたかな。まあすごいね、神奈川では見ることのない景色。そう、真っ白だね。で今日はね今もうねちょうど晴れてきたんで、まあ、雪もねもうそんなに大きくなくなっちゃったんだけど、朝ほんと綺麗でした。でただねこっからね300キロぐらいまた走って家に帰んなきゃいけないんで、結構長いです。途中ね休みながら、あとはねちょっとねこの凍結がね、この先ね峠とか通るんで凍結がちょっと心配なので、そこはねちょっと気をつけて走っていきたいと思います。だやっぱあれだよね、ところどころ白いよ。もうこの辺はなんかあれだな。うん、もう路面乾いてるからね。さっきのところがいい感じだった。うん、この辺結構凍結してるね。だいぶ白い。日向のところは2度ぐらいに高いだった。日陰のところの気温計はマイナス2度。岡山市内、市外よりか全然雪が残ってる。うん、まあ、この先スキー場だから意外と雪があんのかもね。白ゾーンだ。このさ、こっち側のさ、雪も割とサラサラしてるよね。あんまドロッとしない。ね、ぼんちゃん洗ったばっかりなのに。もう真っ黒。もう真っ黒だよ。山道だから道が悪い。ちょっとスキー場抜けたばっかだ。雪がすごい残ってる。反射してて眩しい。うん。ある意味景色綺麗。うん。やっぱスキー場の近くってすごいんだね。うん、そうだね。うわ、右側すごっ。上高地の方がやっぱすごいね。長野県です。長野な。すごい道だ。うわ、めっちゃ綺麗。ここはダムか。これはダムだな。向こう側がさっき通ってる時に湖って書いてあったけど、なんか向こうの方がね白いから、山が余計にこのエメラルドグリーンと白い山がめちゃめちゃ映えてた。はい、今ですね、松本インターまであと 6.8 キロのところです。ようやくね峠を乗り越えてなんとかここまで来ました。で今ねちょうど降りてきたところのセブンイレブン寄って、ちょっとねうーちゃんのおやつとか買ってたんですけど、たまたまセブンイレブンの中で視聴者さんがいらっしゃいまして、お声掛けいただきありがとうございます。本当にパパとうーちゃんしかいなかったから、ね、ママ寝てたからね、うーちゃんとちょうどねあのお菓子選んでる時にお声掛けいただいて本当ありがとうございます。まさかこんなところでね僕らもお会いできると思わなかったので、またぜひぜひどこかでお会いした時はよろしくお願いします。はい、ということでね、まああとね230キロぐらいありますけど、もうここからはね中央道に乗って、でその後圏央道で東名、
できたくなんで、もう割とね、なんて言うんだろう、気が楽です。はい、ということでね、今回のね、岐阜旅はここまでになります。初日ね、結構頑張って白川郷まで一気に行っちゃって、でそっからこうゆっくりとね、今回回れたかなと。白川郷、それから飛騨高山で、ゲロ、ゲロは特に行ったことなかったからね、今回初めて。そうだから結構今回は岐阜の中でも3つの地域をね、集中的に回ることができたので、まあ、それはそれで今回ありだなって。今まで結構ね、同じ県の中でも行ったり来たりじゃないけど、いろんなとこ飛び飛び行ってたんですけど、今回結構滞在するような形を取りました。そう、時間をすごくね、有効に使えたかなって、今回で。結構地元のものもたくさん食べれたんで、ランチは結構今回取れたね。まあ比較的にランチだったらまだ安く済むんで、ランチはねちょっと豪華にして、で夜はね、まあ自炊をすると、ディナーは決していかないと、ということで今回はね、意外と地元のご飯とかね、そういうのも楽しめたんで、割と充実してたかな。でね、最終日、昨日の夜から今日にかけては本当に足が埋もるぐらいは降ったんで、結構ね積もりました。なので最後はね、雪をね楽しめたかなと。そうだね、そういう意味ではね、今回はうーちゃんにとってもいろんな体験させることができたかなと。はい、ということでね、今回のね、岐阜旅はね結構こう楽しめました。ここでね、今回の動画、そしてね、岐阜旅は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画もよろしくお願いします。帰宅途中、ちょっとパーキングサービスエリアによって仮眠を取るって言って、なんか何？さよなら。俺のプライベートルームみたいな。いいでしょ、パパの部屋。いいね。似てる。そうです。はじめ。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。